水曜日のインサイトコラムは経営コンサルタント大野久志さんの大野フォーカスです今日はどんなお話でしょうか、えー、ウィズコロナ時代の僕たちの日常ということでお話をしたいと思うんですけれども、はい、まずですね世の中の現象が大きく変わりますよ。うんえー、ファッションアイテムはマスク そうですね。ね。はい。あのー、今、私たち白いマスクしてますけれども、うん、これ、あらゆる素材で、もっとおしゃれになりますよ。はい、ブランドのマスクね。今、えー、本当に洋服とコーディネートしてる人とかいますもんね。えー、もう本当にドルチェガバンナーのマスクとかね、出てくるんじゃないかなってい。<laughs> そう <laughs> の歌じゃないですけど。昨日ね、テレビでやってましたけど。はい あのアベノマスクあるでしょ、布製の四角いマスク、あれにデコレーションをして、アクセサリーをつけて、今、高校生たちがあのアベノマスクをするのが東京じゃ結構ブームになってるんですってね、<laughs> まあ、なるほどね、個性を出すっていうのがいいことじゃないですかそうそうそう、ちょっとプラスにしていこうとね、それからあの外飯一人飯っていうのが流行るでしょうね、激辛っていうのが敬遠されるんじゃないかと。 いや、咳き込むじゃないですか、月から食べると、もう、咳き込むっていうことは、もうタブーになるんで。 あの外飯っていうのは外食っていうことではなくって店内ではなくっていわゆる道路がある程度歩道が開放されてそこにテーブルと椅子がセッティングされて外でそう食べるそれからみんなで食べるんではなくって一人で食べると大変ですよもう鍋にしても一人ですからね焼肉も一人ですから焼肉一人寂しいですよね寂しいですよねそれから週にえ一度の通勤通学ね まあ、オンラインが当たり前になりますんで、はいはい、で今まで会社に行くとか、学校に行くときに行ってるときは、うん、欠席するときに連絡してたでしょ、はい、今度は出席するときに、<laughs> 出勤するときに連絡する、あそうかで上司から何て言われる、<laughs> お前、今日来るのって、来 <laughs> なくていいよ。来なくていいよっていう。<laughs> そうだ逆の現象になっていくと <laughs>、ね、在宅、ね、ワークが、ね、そう当たり前になって当たり前になっちゃうからですね、うん、それからあのあの企業もいろいろね考えていって今まではそのフリーアドレスといって でえー、みんなでテーブルを共有していこうという形になりましたけど、これありませんよ、共有っていう気言葉がなくなっちゃいますからね、うん、もうみんなぽつんとね、体育館みたいな広いところに、えー、離れて、はい、で,でそれもできる限り、アクリル板がとにかく接触されるようないに置いてあるような状況になっていく、<ー>それからですね、新しいいダダンンススが流行りますダンスはい、ソーシャルディスダンス。<laughs> ダンスってわりと近づいて踊るじゃないですか。うねも どれだけ離れて一緒になって踊るかというソーシャルディスダンスっていうのがね、うん、ソーシャルディスダンスはいソーシャルダンスってありますけど社交ダンスってありますけどあれはもう近づいていわゆる男女ペアになってどれだけ楽しく踊るかじゃないですか、うん、見えないぐらいに離れて踊るというソーシャルディスタンスっていうのが流やっていくそ,それはそれ,それはもうソロじゃないです、ねね、かソロのダンス、うん それから県外移動、海外旅行は必ず交代パスポートが必要になると、普通のパスポートプラス交代パスポート、<う>いわゆるあの PCR を受けて、いわゆる陰性、抗体、ね、を持ってるかっていう。 で長持ちしないかもしれないと言われてますしょっちゅう打たなきゃいけないんですよね、確認しなきゃいけないかで、もう一つ、県外移動に関して、これ、江戸時代じゃないですけど、の復活でもなんか、そういうのがあってもおかしくはないようなね、移動がね、本当、成立しますからね。いわゆるもう本当、昔みたいに、関所ができて、交代パスポート見せなさいというような形になっていくんじゃないかなと。 でプラス健康者の隔離という状況になっていくんじゃないかなと健康者を隔離する健康者を隔離するというあ,<ー>あのこういう日常って送りたくないでしょ嫌<ー>ですよ、僕はそうですね,ねソーシャルディスタンスなんか楽しそうじゃないですもんね見えない相手と一緒に踊りたくないし、ね、<laughs> それ踊ってんのって感じですよ、ね、そうしょ隣の街に行くのに関所通ってそこに並ぶってことも嫌だし、はいね、だからこそですね あのー、もう無駄なところにお金を使わず、うん、でマスク8000万,万枚ね、その配る云々、うん今ちょっと中止になりましたけれども、うん、あれ、247億円なんてお金をどこに使えばいいかっていうと、うん、これ、PCR 検査の充実ですよ、拡大ですよ、そうですね、もうこれしかないですよ、うん、徹底的にみんな、えー、世田谷モデルと同じように、うんあのー、誰でも、いつでも、どこでも、うん、無料で、えー、受けられるっていうね。うん それが重要ですよそ,、ね、その前にその医療、ねうん、施設とかあとはそのマンパワーも充実させて、うん、受け入れ体制ができてないのに PCR 検査でどんどん陽性者が出てももううパンクしちゃうだけだからそうだからら経済の優先ということを考えながら、えー、なおかつ国民の安心というのを高めていくためには PCR 検査をしなければいけない。うん、でも 宿泊業者ってアップアップしてるわけですよ。という、はい、ことは空いてるホテルがあるわけですからうん、うん、今、はい、若い人たちが非常に陽性者が多くなって無症状の方、軽症の方が多いのでその方々はいわゆる自宅療養ではなくて申し訳ないけれども感染も増えてますからね,ねそのホテルを利用してそこにきちっと泊まっていただいて10日間泊まっていただいて。 そして出てくるという、そういうところにお金使ってほしい、ね、そういうところにお金を使わないと、あの委託金の問題であるとかね、マスクの問題であるとか、うん、使うべきところに使って、そのお金を生かして、PCR 検査を徹底して、いわゆるそういった形で、安心というものを確保すると、こんな日常嫌ですからね、はっきり言って確かにそういうのができるようになれば、あれですよね、<laughs> だから今、ほら、もうワクチンか特効薬かって言ってますけど。うん なかなかそんなすぐにはもうできないじゃないですかだからやっぱもう検査して陰性か陽性か確認していくしかないんですよね、うん、うわ対抗手段としてはねそしたらやっぱり交代パスポートは今後リアルに <laughs> でもね交代パスポートもね 何が本当かわからないということが一番不安なんですよ、あ<ー>あの専門家の方々が、えー、いろんな見解を言われてます、経済学者も言われてます、ね、でも何が本当に本当なのか、<ー>その現実がわからないと。 ふ、えー、風なんかは何十年もかかるかもしれないと、えー、特効薬はないんだと、できないんだということも言われている、で,でもある方一方は、これは常在ウイルスとして、もともと私たちが持っているウイルスなんだと、うんえー、そこを、えー、PCR 検査をすると陽性と反応してると、うん、ただの風邪がちょっときついぐらいなんだと、うん、というようなことも言われている方もいらっしゃる、うん、あるいは弱毒化しているとか、うん、何が本当かわからないという。 ここをしっかりと、ねえー、徹底的に追求して、うんえー、とにかくかけるべきお金を、えー、ワクチン開発、治療薬の開発と、えー、なおかつ PCR 検査の拡大ということをやっていただいて、うん、さらに、えーけんまあえー、無症状者や、えー、軽症者に対する宿泊施設っていうのを整えて、うん、で医療施設の崩壊が招かないようにするために行った上での動き、これが一番重要ですよ。うん 今は本当それが一番の対抗手段なんでしょうね、やっぱりだ,だってもうマスクって、本当、もん。でもこれで本当に100%を抑え込めました、うん、そんなおめでたい日が来たとしましょう、うん、そしたらじゃあ、もうマスクもしなくていいよ、人も自由にどんどん移動していいよ、もうソーシャルダンスもしていいよってなっちゃったら、また <laughs> 元に戻るんじゃないかっていう、なんか逆の不安が芽生えちゃって。 なんか元の生活に戻るんでしょうかねでも一度身につけた、私たちが手洗い、うがい、うん、それからちょっとせき込むあいは、うつさないというようなモラルというのは、僕は身についていくんじゃないかなと思いますけど、どオンラインとかそういうのは、またもう、これはオンラインを生かしながらのリアルの、えー、授業、それから、えー、仕事の、うん、っていうのも、これ、同時に生かしていけるような世の中になっていくんじゃないかと。かね、別の形でか、ねはい、かしたりとかね、えーうん だからプラスに動いていいててくよよううなな気がししますよ、うん、そっほですよね、うんうん、でも本当、あれなんじゃない、結局は、まあ、薬と特効薬とワクチンができるまでは元の生活は、はい、そ,うそうしたらもうインフルエンザと同じようなことになるわけですからね、うんうん、そこまではやっぱり、ある程度はなんかね、ね <laughs> 制約が。 だけどだからそのためには今言っているようなことをやっていくしかないんでしょうね、なるべく元の生活に戻すためにはね、PCR、うん、を充実させないと経済活動が止まっちゃいますからね。フォーカスイインサイトコラムでした